スタンドアップ Z バンガード、最色の乙女オズ、ワイバーンキッドビッター。弱いくせに目障りなんだよ。ガトリングクローのスキル、こんな世界とっとと焼き尽くしちまえばいいんだ。ガード、アタック。ギーザの復活を待つまでもね、俺が全部壊してやるよ。すべてのつぼみよ、今こそ花開け。ライド、幻想のラナンキラス、アーシャン、コール、シャルルでアタック。幻想のアーシャでアタック。ノーガード、ツインドライブ、ファーストチェック、クリティカルトリガー、パワーは右のシャルルへ、クリティカルは幻想のアーシャへ、セカンドチェック、クリティカルトリガー、パワーはシャルルへ、クリティカルは幻想のアーシャへ。シャルルでアタック。調子に乗ってんじゃねえぞ。ダウジットで完全ガード。弱い奴らはすぐ群れる。お前らも知らぬいもガスティールもみんなそうだ。ライド、ドラゴニックブレードマスター、コーエン、ドライド、ジェネリーファー、フレアアームズ、スゲンベルク、ドライドスピリッ、ヒートが出るぜ。スゲンベルクにパワープラス3000、コール、スゲンベルクのスキル、ブレーズ、ディッタのスキル、1枚ドロー、ヌブディにパワープラス3000。完全ガード、ハチの乙女ティアニーのブルーム、ドロップゾーンからブルームを持つカード1枚を手札に。トリプルドライブ、クリティカルトリガー、効果は全てムブリーへ、ヒールトリガー、パワーはムブリーへ、ムブディでアタック、ブレーズ。相手のユニットのいないリアガードサークル一つにつき、パワープラス2000、合計パワープラス1万、これだけが絶対だ。ターンエンド、コーエンのスキル、ドロップゾーンのコーエンを手札へ。ドライドジェネレーション、四季の花乙姫エルフェミーナ、幻想のアーシャストライドスキル、山札からブルームを持つノーマルユニットを一体スペリオールコール、共に咲く乙女ケラ、アーシャがいるのでパワープラス1000、レジスト、ギーゼの使徒に対抗するにはコール、アタック、ガード、エルフェミーナでヴァンガードにアタック。マイリスのスキル、1枚ドロー、エルフェミーナにパワープラス5000、エルフェミーナのスキル、山札からブルームを持つ同じ名前のグレード2以下のノーマルユニットを2体、前列と後列にスペリオールコール、アーシャがいるのでパワープラス1000、レジスト、さらにケラのブルーム、パワープラス1万、ブーストを得る。ジェネレーションガード、新竜騎士アブナサラーム、スキル発動、シールドプラス2万、知らぬいもベルノも逃げるってやつも消えた。生き残ったのは俺だけだ。
俺だけが今ここにいる。トリプルドライブ、ファーストチェック、セカンドチェック、クリティカルトリガー、効果は全てケラへ。サードチェック、クリティカルトリガー、効果は全てオズへ。これで決める。俺は生き延びる。ダメージット、スキル発動、シールドプラス15000、アタック、いけー。全てが消え去っても俺はいる。完全ガード。俺こそが滅びの神だ。ヴァンガードと同じカードをコストに。俺の未来の可能性をかけてお前ら全員滅ぼしてやるぜ。ファイトに敗北すればジェネレーションゾーンのカードは二度と戻らない。我が未来を喰らい権限せよ、ドラゴンエンパイアのゼロスドラゴン、アルティメットストライド。極炎のゼロストラゴンドラクマ。ドラクマ、止められなかった。ゼロストラゴンドラクマのスキル、ヴァンガードもだ。残り1枚をヴァンガードサークルに置け。グレードさんにライドできてよかったな。クオールブレイズ。でも、それでもゼロストラゴンドラクムでアタック。未来より来たりて、我を守れ。私は弱い、でもそんな私だから、弱い私が掴んだ未来だから、それはとっても強いの。決してあなたに壊せはしない。今こそ咲き誇れ未来へ、ストライドジェネレーション。四季の花乙姫、ベルヘミーナ、ストライドスキル、ベルヘミーナでヴァンガードにアタック。
ける発動。メリオールコール。ブルーム。ベルフェミーナのジェネレーションブレイク4。前列のリアガードすべてパワープラス5000。クリティカルプラス1。厳しい季節を乗り越え、暖かな日差しを受け、一斉に芽吹き花を咲かせる。これこそが不滅の生命力を持つネオネクタールの絆の力よ。そして私とアーシャの絆の力。仲間を、信頼を、そして絆をあなたは否定した。でも感じない？あなたの先導者である彼との絆を、ヴァンガードがもたらした絆を。あいつは虫嫌いから。かわいそうに。クレイに帰りなさい。